い、こちら RV トラストさんのブースです。はい、久しぶりに、再発売をしたジョイ、そしてね、新しい新車も出てるということなので拝見していきたいと思います。はい、メリーランド、じゃあ新車から見ていきましょうか。はい、新車からね、あの中央のものが、デビューということでね。はい、こちらハイエースの、あ、はい、ハイエースベースのキャブコンですね。はい、ニュートライズというねモデルになります。でちゃんとバークベッドがついての、前の方からのね、真ん中の方から乗っていくパターンです。はい、そしてこちら行きましょう。はい、RV トラストさんのニュートライズです。乗車定員が6名で、就寝定員が大人4名と子供2名です。ベースの車両がハイエースロングワゴン GL ガソリン4駆フルタイムで走ります。お値段1469万円です。はい、はい、ではね、ちょっと外観を見ていきましょう。こちらに、ね、大きなバークベッド、そして、ね、窓がついていて、ロゴがこちらの後ろの方に来ております。で後ろの方まで回って、はい、後ろの方まで回っていきますと、こんな形でラゲッジルームがパカンと開いていて、その上に窓が2箇所ついています。この、ね、窓2箇所ということは2段ベッドあるなっていう雰囲気がしますね。広いですね、ラゲッジルームが。はい、すぐのところに、はい、前向き乗車で座れるよっていうね椅子があります。はい、こういうね椅子なかなか、キャブコンではすごく珍しいです。やっぱり前向き乗車で6人が快適に長旅ができるっていうのは今までになかったんじゃないかなと思います。あんまり見ないですね、この形。いや、ほとんど見ない、ね。はい、1,2,3,4,5,6 と。はい、そうですね。でここがね、こういう形になってると、またウォークスルーも非常に簡単にできるようになっています。はい、でさらにね、こちらの椅子は後ろ向きにして、ちゃんとね4人でも囲めるような設計になっています。で入ってきてこちらですね、大きい、あ、2段になってるんだ。はい、こんな大きな収納のスペースがあります。でこれだけあるのでかなりのものを入れられます。で後ろ側、はい、後ろ側がキッチンになってますね。まずはこちらシンク、そして上開きの40リッターの冷蔵庫が出てきました。ごめんなさい、あ、そうですね、40リッターの冷蔵庫が出てきました。はい、これでねかなり広く使えるのに、さらに拡張をして、よいしょ、はい、はい、さらにね拡張して、こういう形で広く長く使えるようになっています。で上の方にねスイッチコントロールが来ていて、ここが開けられまして、こちらもねいろんなものを収納できるスペース、そしてその隣に家庭用の電子レンジもあります。でさらにこの下ですね、開けますと、はい、お水のタンクが2つ出てきました。収納もバッチリです。はい、でね、私の後ろはこちらね2段ベッドになっていて、ゆっくり座れるの、あ、ゆったり眠れるのと、あとこの下はですね、後ろのラゲッジルームにつながっています。で家庭用エアコンをこちらに取り付けることができるのと、窓がね横にあるんですが、実はねRV トラストさんすごくお急ぎで、まだね後ろのここは完成じゃないとおっしゃってました。ちょっとね、あの他にライトをプラスしたりするっていうことなので、まあ、ちょっとねこれからあの直しが入るそうなんですが、雰囲気としてはこういった形で使えるそうです。はい、バンクベッドね、こちらです。結構ね広く大きく作られていて、はあ、広いっすね、バンクベッド。引き出してしっかり使えるような形になってます。ここのねギリギリまで引き出せるようになってます。これすごい軽いですね。はい、でちゃんとこちらでねロックがかかるようになっています。ウォークスルーもねしやすくて、はい、いいですね。いいですね。みるみるランド、こちら RV トラストさんの、TR54S ジョイリニューアルデビューということでね拝見していきたいと思います。
終身定員が2名、ベースの車両がハイエーススーパーロングのガソリンポータブル D フルタイムで走ります。お値段1000と26万円です。はい、はい、こちらの、ね、ジョインなんですが、もともとあった、デザインだそうなんですが、実はしばらく作ってなかったそうです。ですがお客様に、ね、どうしても作ってほしいというご要望があって、今回リニューアル、内装もいろいろと変更して登場ということです。で、私たちね、あんまり見たことのない車体でした。なので、ね、初めてで拝見していきます。はい、こちら開けますと収納ですね。はい、でその下もここに空間があるので、何気に収納としても使えるようになっています。で、入ってすぐのところ傘立てが2つ分ついていて、でさらにこちらにキッチンスペースです。はい、はい、ではね、こちらのキッチンスペース拝見していきたいと思います。丸いねシンクがありまして、ここでお水が使えるのと、ここはですね、いろんな電気関係が収録されています。でコントロールスイッチもそうですし、ここで、ね、どれぐらい電量が残っているかなども確認できます。ここヒーターですね。で 100V のコンセントもついています。はい、家庭用の電子レンジ、しっかりね、大きめのやつがついてますね。でその下タンクが入っています。でここ入ってこう横並びに座るような形なんですが、この席だけは前向きで座れるようになっているので、走行中は、ね、前向き乗車が3名、そして横向きに2名という形になっています。はい、ここがですね、収納ですね。で、私165センチなんですけど、ちょっとね、やっぱりかがまないとここには当たってしまいますが、それでもね、やっぱりハイルーフなのでかなり余裕があります。でこちらに、間接照明と窓もね、ここにあるんですね。はい、こちらアクリルの二重窓になっています。で、はい、後ろですね、ここはまず、はい、この扉が、ここね、開けますとマルチルーム、はい、クローゼットになってます ね。クローゼットとしても、はい、使えますし、うん、ここに、ね、お手洗いを置いてマルチルームとして、ね、トイレルームとしても使えそうです。でさらにここに、ね、40リッターの縦型のしっかりとした冷蔵庫が来ていて、その上も、はい、スペースがあるのでこちらに収納になっています。で、お部屋っていうか、ね、車体の真ん中ら辺にちゃんとベンチレーターがあるのでしっかり換気もしてくれますし、この後ろが広いベッドスペースです。はい、後ろ回ってくるとこんな感じです。はい、私がいるのはベッドスペースで、これね、拡張されているので、ここから見ると分かると思うんですけど、出っ張ってると思います。横が広いですね、はい、ここがね、出っ張ってるんで、はい、横が広いです。なので大人がね、横になって寝れるサイズが確保されています。で今ね、ついているで、冷房とは違い、家庭用のエアコンがこちらにセッティングできるようになるそうです。でここにもね、小さな収納蓋付きのものがあって、その下は、蓋のないタイプの収納で、反対側にもこちらにね、全部ここずっと収納になっています。でライトはこちらにあるので、しっかりね、明るく本とか読んだり、あとスマホをいじったりもできます。はい、で下を見ると、下がラゲッジスペースがかなり広いので、ここに荷物がいっぱい入りそうですね。ここを開けると、ここも収納になってます。でこっち側も、ここも開けると収納スペースになってます。かなりね、荷物がいっぱい入りますね。ここも開くんだ。みるみるランド。はい、こちらですね、ボレロ VMAX、中の家具の色がちょっとね、リニューアルしたよということなので、拝見していきます。はい、はい、こちら拝見していきましょう。TR550L ボレロ VMAX です。乗車定員が5名で、就寝定員が大人4名と子供1名、ベースの車両がハイエースロングワゴン GL ガソリン 4WD フルタイムで走ります。お値段が1721万円です。高級モデル来ました、はい、高級モデル来ました。ボレロです。まあね、この扉もね、高級なんですよ。いい感じので、ここは明るくて、入っていくと L 字型
こちらが L 字型のね、すごくゆったりできるような、リビング展開になっています。で、ね、ちゃんと乗車定員が取れているので、ここでね5人が座っていくことができます。で、こちらに、はい、こんな感じでしっかりとねしまえるような収納が2段になっています。ここがね1、2とついていて、で、はい、ウォークスルーがねしっかりできるような空間があるのと、あとこちらがですね、バンクベッドを引っ張りますと、ここ今ね、ですね、ロックかかって、はい、バンクベッドを引っ張り出すと、簡単に、ででんと、はい、こんな感じで寝れるんですけど、このね、ボレロのいいところは、こう、マットが斜めにカットされて、加工されてるんですね。なので、自分でまた再度、このマットを敷き直すとかっていう手間がありません。さらに、こちらをですね、閉めるとき、このまんま、すすっといくことで、ほら見えますか、これねマットが、ま、斜めなので勝手にこうせり上がってきて自分で直す必要がない。本当に便利にできてます。テレビはねこちらでも使えるようになっています。で、こちらキッチンスペース拝見してきます。はい、広い広い明るいねキッチンスペースで出てきました。なんと二口コンロ、そして大きめのシンクがあって、お湯と水、そしてねこちら作業台もあります。で、さらに作業台拡張できるようにねここにもついています。で、大きめのデレン、大好きな冷蔵庫、もう超便利ですね。はい、素晴らしいです。で、ここにはタオル、はい、ここにはタオル掛けがあって、こちら下を開けますとガス入れられるようになっていて、ボイラーもついています。その下の段はすべて収納のスペース。で、こちら上も開けますと引き出し式の収納のスペースが出てきます。なのでね、かなり広いです。はい、で、上を拝見しますと、こちらにですね、ライト、そして換気扇、で、こちらにはライトがあるので、本当にね、広く、明るく使えるようになっています。で、こちら開けますと、中が収納のスペースですね。これにダンパーついてるので、すごくね、いい感じで開け閉めができるようになっています。すごい、これがおしゃれです。で、こちらに家庭用の電子レンジと、あとこちらね窓が開いているタイプの収納のスペースになってます。で、やっぱり新しいエディションなので、ちょっとね全体の家具の雰囲気が茶色になったせいか、明るいねお部屋の雰囲気になっています。はい、じゃあ私の後ろ開けますと、トイレ&シャワールームですね。はい、はい、正面のところに鏡がついていました。で、ここはね引っ張って開けますと、ででん、ここで手洗ったりできるような受け皿が出てきます。これがね、はい、こちらでお水が出てきます。で、さらに上にもこちらにも収納がありまして、さらにラップポンついてます。で、ここにねシャワーがついているんですけれども、ここにかけられるんですが、このシャワーね外でも使えるように、こちらね下でもアクセス、上でもアクセスができるようになっています。はい、上にはね換気もできるように窓が開いています。はい、で、こちらねダブルベッドのスペースなんですけれども、上にはこうして、クーラー、そしてこちらがですねたくさんの収納がねあります。こちらはねクローゼットにもできるようになっています。こちら奥にね2箇所読書灯がありまして、手元でコントロールができるのと、あとねちょっと近くに寄らないとわからないんですけど USB ポートがありますので、そちらでね電源も充電することができます。はい、じゃあ最後にみるみるランドをご覧の視聴者さんにメッセージお願いします。来た。はい、こちらはね超高級なボレロ、もう1700万円台ということなんですが、やっぱりその価値がある1台となっておりまして、私もねぜひ1回使ってみたいなと思います。気になる方はぜひ、RV トラストさんチェックしてみてください。それではまたね。ありがとうございました。ありがとうございました。